日本にとって戦後以降初の固定翼を運用実施する艦艇護衛艦伊豆モノ空母化改修が徐々にですが完成に向かって計画が進んでいます。今回は F-35B 戦闘機着艦誘導装置をレイセオンと契約したとの情報をキャッチしました。実装後 F-35B 戦闘機納入しいよいよ訓練開始ですね。ガガも改修が進んでいますしね。楽しみ。アメリカ海軍の名である航空システム司令部は2023年2月7日に日本に対する新たな対外有償軍事援助 FMS を発表。これは航空母艦化改修を実施中であるヘリコプター搭載護衛艦リズモに向けたものだった。このヘリコプター搭載護衛艦リズモに対するその内容はレイセオンインテリジェンス&スペースが提供を行う自衛パルスと呼ばれる装置を860万ドル日本円でおよそ 11.3 億円相当で供与するというものである。今回アメリカのレイセオン社が対外有償軍事援助 FMS を通して提供を行う自衛パルスとはジョイントプレシジョンアプローチ&ランディングシステムの頭文字の略称で着艦誘導装置の製品名である。ヘリコプター搭載護衛艦のリズモ及びカガの2隻はアメリカはロッキードマーチン社の第5世代戦闘機である F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすべく段階的に航空母艦化改修を施されている。その中で今回の自衛パルスと呼称される着艦誘導装置は短距離離陸垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型をより安全に運用することを可能とするべく、まず1番艦の出雲への実装の手続きが進んだものである。現時点では実際に出雲に対して自衛パルスの搭載が行われる時期は来年の2024年度が見込まれており、対外有償軍事援助 FMS での実施となるため実際の費用は今回明かされた額よりも増加する可能性をはらんではいる。というのもアメリカの対外有償軍事援助 FMS で提示される金額は最初の時点では見積り金額であるためで、実際に支払う金額はこの分の前払い金に加え不足時には追加で徴収されるケースも生じてしまう手法ではあるからだ。自衛パルスという装置そのものはアメリカ海軍の11隻の大型原子力航空母艦および強襲揚陸艦8隻と全ての固定翼機を運用する艦艇にすでに搭載されており、実績を含めて非常に高い評価を勝ち得ているシステムである。アメリカ海軍以外でもイギリス海軍の航空母艦のクイーン・エリザベスやイタリア海軍の同カブールにも自衛パルスはすでに搭載されており、これら F-35 ライトニング 2B 型を運用する艦艇の標準装備ともなっている。自衛パルス自体はアメリカ海軍とレイセオン社とが共同で開発を行ったシステムであり、 F-35 ライトニング2であれば B 型だけでなく通常の航空母艦用の C 型や FA-18 といった戦闘機 MV-22 オスプレイ等の艦載機に対応している。アメリカ海軍ではこれらの航空機を高点火でも安全で自動的に着艦を行えることを目的として自衛パルスを導入しており、通常であれば高点とされる波の高さが4メートルの場合でも確実な着艦行動が行えると評価されている。自衛パルスは GPS による位置情報の取得と UHF 波による通信等を行うことで航空母艦や強襲揚陸艦への対象航空機の着艦を高点時まで包括し対応可能な仕組みであり、これが全天候型のシステムと呼称されるゆえんとなっている。
JA パルスの運用には、対象となる航空機側に、その信号を受信する装置と、専用の GPS 用のセンサを搭載させ、航空母艦等の側では、システムそのものである、電磁機器類と信号を発信するアンテナを装備する形が必要となる。対象の航空機は、搭載する受信装置によって、GPS センサで、自らが取得したリアルタイムでの位置情報と、航空母艦等の側から発信される UHF 並みの、さらに高い精度の、その位置情報を照合して、正確な着艦を行うことが可能となる。航空母艦側からは、指向性の誘導用の電波をも発信させることができるため、降天時などで、対象航空機の操縦者が、物理的な視界の不良にさらされている場合でも、安全で確実な着艦誘導が行えるシステムとされている。着艦の誘導自体も、JA パルスにおいては、すべてシステムが行う、自動制御も可能であり、航空母艦や強襲揚陸艦での航空機運用において、最も難易度が高いと言われる、その行為を、完全にシステムで肩代わりさせることも実現させている。アメリカ海軍における JA パルスの導入も、実は、それほど以前からのことではなく、2018年に、ワスプ級強襲揚陸艦の一番艦にして、ネームシップのワスプへの、F-35 ライトニング 2B 型の着艦が初であり、かなり新しいシステムでもある。ちなみに、出雲には、2021年10月に、四国の沖合の海域にて、山口県の岩国基地に駐機している、在日アメリカ軍の海兵隊に所属する F-35 ライトニング 2B 型が2機、初めての着艦を成功させたことも、当時大きく報じられた。この時の出雲は主として飛行艦甲板への F-35 ライトニング 2B 型の排気熱に対処するための耐熱工事が終了した段階であり、当然のことのながら JA パルスは未搭載であるため、海兵隊の同期は手動で着艦を行ったものだ。JA パルスを当該の航空機や航空母艦側が搭載すれば、前述したように完全に自動モードでの着艦も物理的には可能とはいえ、あくまでシステムである以上、搭乗者は難易度の高い着艦技術を身につけることは未だ必須と言えよう。今後も現在進行形で航空母艦化改修が進めれている出雲と加賀に対しては、こうした在日アメリカ軍の海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型が運用試験やノウハウの蓄積のために、都度協力を仰ぐ形が想定されている。これは、今回の JA パルスの導入など、物理的な必要機材の調達と並行して、アメリカ側に、必要なコストを支払いを行う形式で予算化されており、出雲、片護衛艦の航空母艦化は、元より、アメリカ軍との連携強化の面でも、大きな意義があるのだろう。肝心の日本側の F-35 ライトニング 2B 型の導入については、現時点では、2024年度に、まず6機が調達される計画となっており、現時点では、これを皮切りに、総数で、42機の導入が打ち出されているというのが全てである。出雲、片護衛艦の航空母艦化改修が完了しても、その F-35 ライトニング 2B 型の搭載機数は、最大でも10機プラスアルファ程度と考えられており、艦艇への割り当てからすれば、単純計算では、倍以上の調達が見込まれている計算だ。これら F-35 ライトニング 2B 型は、宮崎県の新田原基地への配備が有力視されており、加賀、が母港とする広島県の5基地や、今後、拠点としての整備が予定されている、鹿児島県の馬毛島へも、近いことが利点となるだろう。さらに、この配置は、
南西諸島の防備を固める上でも有効に作用すると思われ、現状ではその防空を担う陸上滑走路は沖縄本島の那覇基地しかないため、いざという有事の際には出雲、片越艦が移動可能な航空基地となることが期待される。先にも述べた通り、出雲、片越艦が航空母艦化改修を終え、F-35 ライトニング 2B 型の運用が可能となるとしても、その想定される搭載機数の少なさから、そこまで期待するほどの戦力にはならないとの批判の声も少なからずある。しかし、想定される台湾有事が現実のものとなる場合には、中国側の攻撃が沖縄本島に及ぶことはほぼ確実であり、その滑走路が使用不可能となる可能性は高く、別の手段で航空戦力の投射を行う手段の確保は必須だろう。今のロシア・ウクライナ戦争を見ても、ステルス性のが、希薄ないわゆる第4世代戦闘機ではある、規模以上の防空ミサイルが機能している状況下では、投入が困難であり、F-35 ライトニング2の持つ優位性は、さらに高まってきている。先月の2023年1月に、アメリカの軍事系のシンクタンクとして、著名な CSIS 戦略国際問題研究所が報告した、台湾有事の際のシミュレーションでも、台湾、日本、アメリカの航空機に多数の損害が示唆されたが、それも第4世代機が多数だと思われる。自衛隊基地やアメリカ軍の航空機離着陸訓練基地を建設予定の島が鹿児島県馬毛島です。この馬毛島に作られる滑走路や港湾施設などのイメージが公開されました。今回はこのイメージ図をもとに馬毛島について見ていきたいと思います。2021年8月6日、アメリカ軍機訓練及び自衛隊基地を建設予定の鹿児島県西之表市の馬毛島に整備する港湾施設などの基地施設のイメージ図を公表しました。このイメージ図によると、従来公表してきた滑走路や島内施設に加えて、出雲、片越艦などの入港用施設として仮設桟橋3本などを設けた大規模な感染係留施設も建設することになったようです。馬毛島について説明しますね。大隅諸島に属するこの馬毛島は、鉄砲伝来の地として、有名な種子島の西方 12km に浮かぶ島です。面積は 8.2。周囲 16.5km の小さな島で、大半が、平地で平らな無人島です。2005年、平成17年の国勢調査によると、かつて馬毛島を所有していたタストンエアポート社、当時は馬毛島開発の従業員15人が住民登録されていて、有人島扱いになっていました。それから15年も経っていますから、状況は変わったようです。国勢調査の2年後の2007年頃より、馬毛島は、アメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練、FCLP の候補地として注目されるようになりました。そして、国勢調査より5年後の2010年、平成22年、防衛省が、馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定、滑走路の整備をして、航空基地だけでなく上陸演習場、事前集積拠点として利用することに加えて、災害派遣時の物資集積場としても使用する計画を立案。種子島などで、
地元説明会を行っていました。翌2011年には、馬毛島開発のオーナー一族によるトラブル、社名が変わったタストンエアポート社による滑走路建設開発などが原因となり、数々のトラブルが発生していました。同じ日本の北では、最悪に苦しんでいた人々がいましたが、南では巨額が動くことによってトラブルが起きていたというわけですね。同じ国内のこととは思えないような断絶感です。さて、日本政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練候補地として、馬毛島を日米安全保障協議委員会2+2の公文書に表記しました。2018年、平成30年には、防衛省が馬毛島を海上航空領自衛隊拠点として使用する方針を発表。翌2019年にタストンエアポート社との売買契約が合意に至り、着々と計画が進められている模様です。計画では、出雲、片越間に艦載予定の F-35B 戦闘機は宮崎県のニュータバル基地に配備されることになっています。馬毛島をこの F-35B の離発着訓練に利用し、さらに、海事の鹿野や、基地の P-3C や空自新田原基地の F-15J を展開させるだけでなく、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地に配備されている F-15J を、有事の際には、分散配備する先として利用することも、計画とされているそうです。防衛省は、当初計画に沿って、アメリカ軍空母艦載機の FCLP にも活用するとして、空自の F-15J を使用して、FCLP に使用する滑走路付近での騒音測定を、2021年5月に行いました。その測定結果を公表した上で、各自治体に対して説明を実施したのです。馬毛島を管轄するのは、種子島の西の表市です。ここでは、2021年1月に市長選挙が行われ、基地整備に反対する矢板氏が、わずか144票差で当選しました。この結果に、馬毛島の計画推進を懸念する声があるのですが、西の表市議会は、自衛隊施設誘致に賛成の姿勢を示していますから、今後は、市長&反対派市議 VS 推進派市議の動きに、注目が集まっていると言われています。なお、種子島島内の3市町村のうち、中種町と南種町では、自衛隊施設整備に賛成派が多数を占めているそうです。防衛省は、海上、航空そして陸上自衛隊それぞれに、馬毛島での各種訓練を計画しているそうです。隊員は、150から200名で常駐させる予定です。そのために種子島に宿舎を建設して隊員と家族を居住させることにしています。施設の保守管理に必要な最低限の隊員以外の基地隊員は種子島の宿舎から定期船などを利用して通勤することになるだろうということです。首都圏以外の日本各地で問題になっている箇所は種子島でも例外ではありません。基地施設ができれば1000人近い若い世代の人口が増えることになるはずです。それは地域の活性化には望ましいことですし、基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品は当然地元で購入されることでしょう。そうすれば、島内経済の活性化に大きく貢献すると思われます。種子島全体としては、自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いと見られているのは、そのためです。8月6日に発表された、防衛省の馬毛島基地のイメージ図で印象的なのは、前述の通り、島東側の海岸線に予定されている船の係留施設です。これによって、19,950トン、
全長248メートル、全幅38メートルの出雲、片越衛艦が、接岸や入港も可能になるのです。この係留施設は、桟橋の他には、防波堤や消波日下げが建設される予定です。これらは、大量の物資搬入や人員、燃料の海上輸送には必要不可欠なもので、沖合 1300m の距離まで延伸されるということです。さらに滑走路に沿って、駐機場スペースと関連施設、管制塔などが建設される飛行場支援施設、訓練施設などの他に、航空規格納庫、燃焼、弾薬庫、揚陸施設なども、イメージ図には配置されているのがわかります。馬毛島は、海抜最高点でも、71.7 メートルしかない、平坦な島ですから、横風対策として、滑走路が2本建設され、風向きに関係なく、航空機が離着陸できるように考慮されています。馬毛島は、もともとは、アメリカ海軍空母の FCLP 用の施設としての利用目的が、最初にありました。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のために、年に数ヶ月は横須賀に寄港していますが、その間に、艦載機パイロットは、空母着艦資格維持のため、陸上飛行場における FCLP の実施が義務付けられているのです。平時は、おおむね、年に1回ないし2回の訓練が、5月か8月に実施されていて、1回の訓練は、10日間ほど、昼夜の区別なく実施されるそうです。かなりハードですね。この FCLP は、陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立てて、タッチ&ゴーを繰り返す訓練ですから、特に夜間に行われる夜間、離着陸訓練では、騒音問題が多発し、住民も、防衛省双方にとって苦いものでした。日本国内では、第7艦隊の空母艦載機が、厚木基地と横田基地などと併用で実施されていましたが、騒音問題によって、1991年、平成3年、8月からは、小笠原諸島の硫黄島基地で行われるようになっていたのです。硫黄島は、日本から遠く離れていますから、騒音問題は解決されたのですが、問題は移動距離です。アメリカ海軍は、厚木基地から硫黄島基地まで、1000km もの距離があるため、パイロットの疲労や航空機の疲弊、燃料消費などによる経費増大など不満を持っていたそうです。2017年には、空母艦載機が、山口県の岩国基地に移転したのですが、それでも、岩国から近い代替地での FCLP 実施を要望していたのです。多額の費用も負担させておいて、訓練場所に不満たらたらというわけですが、余分にかかった経費は日本へ請求するのですから、日本にとっては、どうあっても金を取られるという感が強いと思ってしまいます。岩国基地から近い代替地ということで浮上したのが、馬毛島だったのです。馬毛島の面積の 99.6% は、国が購入したようですが、残り、わずかな面積は、かつて島民がいた頃に建設された学校などで、ここは、西之表市が所有する土地です。これをもって、八板西之表市長をはじめとする、反対派が、私有地をよりどころとして反対意見を表明しています。また、島の固有種であるマゲシカの絶滅危惧を訴えることで自衛隊施設建設を拒絶することも想定されています。しかし、種子島内の2町や鹿児島県が施設整備に賛成の態度を表明していることもあって、地元である西之表市の反対は、大きな障害とはならないと考えているようですね。
海上自衛隊の双竜型潜水艦。その11番艦オウリュウにリチウムイオン電池が搭載されたのはご存知でしょうか？今回はその経緯について詳しく見ていきたいと思います。実は10番艦まではスターリングエンジンを搭載していました。でも11番艦からはリチウムイオン電池を乗せ、馬力も8000からダウンしたのです。その意味するところについても探っていきたいと思います。スターリングエンジンも良かったですが、低出力がネックとなり、現行のリチウムイオンバッテリーの前に採用が変更、高出力のバッテリー搭載が可能となりました。リチウムイオンバッテリーの進化は、今でも驚くほどで、親潮型潜水艦でも交換できる時代になればいいですね。最近は、エンジンではなく、蓄電池を使用する潜水艦が増えたイメージですが、もはや、エネルギー資源が、地球からどんどんなくなっていることも関係しているのでしょうか。巷ではサスティナブルが歌われていますが、この影響が、潜水艦にまで響いていると思うと、なんだか不思議な感覚です。海自の、そう、竜型潜水艦は、通常動力型潜水艦としては、世界トップクラスの性能と言われています。その、そう、竜型をさらに発展させた、タイゲイ型潜水艦の一番艦タイゲイが、2020年10月14日、三菱重工業神戸造船所において、無事に進水しました。この、タイゲイ破損、竜型より、喫水船は、2Mほど深いそうです。排水量も、50トン上回るとのことで、海自としては、最も大きい潜水艦になります。艦名のタイゲイですが、漢字で書くと、大クジラです。当然クジラにちなんだものですね。実は、海自の潜水艦の艦名は、訓令に、セイウチ、水晶動物の名、水中動物の名から、付与されるというルールがあるのです。そう、竜型は、縁起の良い水晶動物である、竜にちなんだ艦名で、漢字で書くと、青竜となります。この名前は、太平洋戦争で活躍した大日本帝国海軍の空母青竜と同じですね。ということは、大クジラにもそういう歴史があるのでは？と思いますよね。その通り、大クジラも大日本帝国海軍所有の潜水母艦の名前でした。当時の潜水母艦というのは攻撃用というより、洋上で、潜水艦への補給や乗組員の休養などの役目を担っていた艦艇です。時には潜水艦隊の旗艦になることもあったそうです。この潜水母艦大クジラは一朝有事の際、航空母艦に改装することが前提条件として作られていました。太平洋戦争が始まった時に、航空母艦劉邦に改装された大クジラですが、1942年、昭和17年、6月のミッドウェー海戦で、日本は主力空母を4隻も失ってしまったのです。この敗北によって、日本は、それ以後の戦争の主導権をアメリカに握られ、一気に崩壊の道へと進むことになります。このミッドウェー海戦の指揮を取ったのが、悲劇の南雲中将です。彼を任命したのは、あの山本五十六司令官でした。彼の手腕をもってしても、敗れることになってしまいました。敗戦の責任を問われた南雲中将は、それでも、ソロモン海戦などに参戦しましたが、昭和19年敵の猛攻を受けた、サイパンの司令部で自決しました。どうしても、山本五十六にスポットが当たりますが、英雄の陰には、
こういった人物もいたことを忘れてはならないと思います。戦争では、このような陰で活躍した人々は数えきれないほどいそうですね。劉邦は、ミッドウェー海戦後、改めて、正規の空母として扱いを受け、マリアナ沖海戦などにも参戦しました。その後、広島の護軍港で防空砲台として使用され、1945年、昭和20年、日本が敗戦した1年後の1946年解体されて、艦艇としての役目を終えました。現在の潜水艦体現波、毛流や東流にも採用されている、リチウムイオン蓄電池が搭載されています。ディーゼルエンジンによる充電能力の向上を目的として新たに開発されたスノーケル発電システムも設置されているので、双流型2艦より、さらにリチウムイオン蓄電池の性能を引き出せる仕様になっているそうです。そう、流型2艦には今までのスターリングエンジンは載せませんでした。もっとも、最初は、スターリングエンジンをそのまま使用する、つまり併用する予定だったそうです。鉛蓄電池だけを、リチウムイオン電池に交換することが検討されていたようですね。様々な見積もりをした結果、スターリングエンジンと鉛蓄電池すべてを、リチウムイオン蓄電池に変えた方が、費用は、高くなっても、大きな出力が得られるという結論に至ったのです。実際、10番艦までの建設費は、1隻あたり517億円ほどだったのですが、高額なリチウム蓄電池を乗せるため、643億円ほどに跳ね上がり、100億円以上も増えることになってしまったのです。経費は増えましたが、馬力は減ったと言われます。なぜなら、スターリングエンジンの、そう、流型のスクリュー軸馬力は8000でしたが、毛流や東流は、公表値が5600馬力ですから、性能が低下したと感じてしまうのでしょう。確かに、瞬発的な最大スピードは落ちます。しかし、リチウムイオン蓄電池には、効率放電を長時間持続できるというメリットがあるのです。エネルギーを使用せずに蓄電池で動かすというのは効率的にも良さそうですしね。ですから、中速から高速での長時間潜航が可能になりますし、海中に潜むという潜水艦としての性能はぐっと向上したということになるのです。リチウムイオン蓄電池の利点は他にもあります。鉛蓄電池より2倍のエネルギー密度があり、ミツル放電の繰り返し、可能回数は 1.5 倍以上、満タンに充電されるまでの時間が短い、放電しても、電気容量がさほど低下しない、鉛蓄電池で心配される事故の時の水素ガス発生の恐れがありません。体外波、部分単柄構造になっていて、ハモキ型のフォルムをしていますが、船体構造にも、新しい発想を取り入れています。一例ですが、浮き課題と呼ばれる構造は、外国でも採用が進んでいる浮き甲板とも呼ばれるもので、艦内の機械音や乗組員が歩くときの振動や衝撃を緩和する働きをします。その他にも、音の静かなプロペラスクリュー、音波吸収材装備などの設置によって、そう、流型よりも、一層静粛性が高くなっているのです。体外型には、余裕ができた艦内スペースを利用して、乗組員居住区に、女性用寝室、シャワー室などを整備しました。今後の海事における女性の最前線への進出に対応するものと考えられます。直近は女性の海上自衛隊員も増えましたからね。性犯罪等も取り沙汰されることが多くなりましたが、女性用の進出があるだけで、女性隊員の気持ちも
少しは楽になりそうですね。タイゲイには、この他に、情報処理システムC4Iスターが採用され、光ファイバー技術を使用したより進化した備品が装備されることになっています。兵装については、親潮型や双竜型と同じ、18式超魚雷とハープーン追艦ミサイルなどを、発射可能な 533mm 魚雷発射管6門を設置しました。18式超魚雷とは、防衛装備庁が開発した潜水艦用の長魚雷です。2022年2月までに、海自の全潜水艦に装備されるはずの高性能魚雷です。この魚雷についている音響画像センサーは、敵魚雷の追跡を欺くため、おとり魚雷を見破る能力を持っているだけではありません。浅い海域では、海中の音響が複雑になり、魚雷センサーが狂いやすいそうですが、その中でも、確実にターゲットを捉えて、フォルムを識別できて、かつ命中率も高くなっているそうです。さらに、最適なタイミングでの起爆可能なアクティブ磁気近接起爆装置などの最新テクノロジーが搭載されているので、まさに世界トップクラスの魚雷と言えましょう。ところで、潜水艦に関して、お隣韓国で何やら変わった、違った動きがあるようですよ。韓国が持っている通常型潜水艦では日本にかなわないと見たのか、なんと原潜を保有する構想が進んでいるというのです。原潜は補給なしで半永久的に原子炉を動かすことができますから、セオリー上は浮上しなくても先行したまま活動できるだけではなく、必要な電力も自家発電できますから、飲用水として海水の淡水化なども艦内でできると言われています。と言っても、原潜の建造には巨額の費用がかかりますし、敗戦後の処理に頭を抱える国が多いことは知られている事実です。それでも韓国は作りたいんでしょうか。最近は韓国の軍事力や防衛力が増加傾向にありますが、とりあえず何にでも挑戦してみるといった貪欲な姿勢から生まれるのでしょうか。日本にも原潜をという意見もあるのですが、政治的な問題が解決されたとしても、日本の現状を考えると必要な戦力とは言えないのではないでしょうか。つまり、日本の潜水艦戦略とは、近海で敵艦隊を待ち伏せして攻撃することです。ということは、潜水艦が求める性能は、静粛性につきますよね。しかし、原子力潜水艦は、一旦原子炉を稼働させたら止めることはできません。機関を止めて、海底にくっついていたとしても、音は発生してしまうのです。騒音を敵のソナーに探知され行き、原潜に巨額の国家予算を注ぎ込むぐらいなら、その予算を世界各国で進められている無人潜水艦開発に充てた方がいいのではないかと思われます。ロシア・ウクライナ戦争でも顕著に現れている通り、戦いや防衛において人員不足は深刻な問題になっています。だからこそ、人手を多く使用する原子力潜水艦よりも、無人潜水艦を開発した方が、時間と手間も、もちろん人員も削減できそうですよね。世界各国では、無人潜水艦がメインとなっているのに、ここまで来て、原子力潜水艦にこだわる必要は、ほとんどありません。日本も、早く世界に倣って、無人潜水艦の開発を進めてほしいものですね。
日本、イギリス、イタリアの3カ国による新たな戦闘機の開発、GCAP がついに本格始動しました。機関部を担うのは日本が IHI 社、イギリスはロールス・ロイス社となり、今回は日本 IHI とロールス・ロイス社の機関部開発について詳しく見ていきますね。なかなか日本国内で戦闘機エンジン開発が加速できないわけにも迫っています。2022年も末を迎えようとしていた12月9日、日本とイギリスとイタリアの3カ国は、新たな戦闘機開発の枠組みを、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムと名付けて共同開発で行うことを正式発表した。すでに、前年2021年の末には、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社とが、新たな戦闘機の機関部の実証事業を行うこと、また、2022年2月には、新たな戦闘機用のレーダーセンサ類の実証実験機の研究を共同で行うことが決定していた。そのため、今回の日本とイギリスとイタリアの3カ国による GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの始動は、これまでの流れを公式に各国政府が認めて満を持してのプレス発表であったと言ってよいだろう。イギリスとの日本の間での、各々の新たな戦闘機をめぐる協力関係は、ここ2年ほどで急速に強化された感があり、それまでの、やはり、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が必須との見方に、区切りをつけるものとなった。太平洋戦争の敗戦によって、日本は、アメリカをはじめとする、連合国の管理下に置かれ、その施策の中で、軍備につながる産業分野を抑制されたこともあり、航空機開発も、無論、その中に組み込まれ、その開発技術も、大きく後退した。そのため、今回の新たな戦闘機開発の目的である、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機の代替は、言うに及ばず、その大元の F2 戦闘機の開発の際にも、準国産化を推す声もあったが、それを行い得る機関部の製造は技術的に困難だった。また、F2 戦闘機の開発が進められた時期は、まだまだ日本経済がアメリカに対しても優位性を示していたこともあり、政治的にもそうした貿易上の不均衡を是正する意味でも、アメリカ製の戦闘機をベースとすることが求められた経緯がある。ここで用いられたのが、F-16 ファイティングファルコンであり、F-2 戦闘機の開発では、各部にかなり大掛かりな変更を加えたため、もはや別の機体とすら言えるほどに変化はしており、日本に必須の対艦攻撃能力が強化された。しかし、完成した F-2 戦闘機を、その後の状況の変化に合わせて、日本側の判断で自由に、仕様の変更を行うことはできず、コアな機体の制御部分の情報は、日本に開示されることはなく、その意味で臥薪嘗胆を強いられたと言えよう。こうした F2 戦闘機の反省を踏まえ、その代替機の開発計画に際して、日本では、自国が主導することを前提として掲げ、三菱重工業者を主幹の契約企業として、その配下に、各国内企業を紐づける開発体系の構築を進めていった。アメリカのロッキード・マーチン社には技術支援先としての関与を希望してたものの、これまでのようなブラックボックスを抱える事態は回避しようとの姿勢が強く、どこで日本とアメリカとが折り合うのかにも注目が集まっていた。しかし、今回は結果として日本はイギリスとイタリアとの3カ国での戦闘機開発という、初めての道を選択。これまでのアメリカやロッキード・マーチン社等よりもより、フラットで対等な関係での開発に、各方面から期待が寄せられている。そして、今回の日本における GCAP、
グローバルコンバットエアプログラムへの布陣は、全体の統括と機体本体を、三菱重工業社、機関部を、IHI 社、レーダーセンサ類の電子機器等を三菱電機が担う体制を敷いている。これが、イギリスの場合は、全体の統括と、機体本体を、BAE システムズ社、機関部をロールス・ロイス社、レーダーセンサ類の電子機器等を、レオナルド UK 社が担当することが明かされており、テンペスト計画そのままではある。もともと、こうした今の、日本とイギリスとイタリアの3カ国による GCAP、グローバルコンバットエアプログラムが確定する前には、F2 戦闘機の代替機には、IHI 社が製造する国産の機関部の TOW を目指すことが有力視されていた。これは、IHI 社が、現在の防衛装備庁からの依頼の下で、それまでに通称、新進と呼称されていた、実証実験機用に開発した、XF-51 エンジンや、それをベースに、開発を進めた XF-9 エンジンが、すでに、2018年に試作機1機とはいえ、納入が行われたことが大きい。そこで製造された XF-9 エンジンは、地上における動作確認とはいえ、アフターバーナーの使用時には、最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録、世界標準クラスの数値を示した。この XF-9 エンジンの研究開発は、IHI 社では、2010年から開始されたもので、新たな戦闘機に搭載することを前提として進められ、当初の基本となるコンセプトは、スリムでありつつ、大出力を確保するというエンジンであった。これは、この XF-9 エンジンを搭載する戦闘機に対し、その本体のステルス性能を極限まで高めるために、スリム化を推し進め、それによって同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することを大きな目的としていた。また、XF-9 エンジンが掲げた大出力は、言うまでもなく搭載する機体の戦闘機としての高機動性を確保するための必須の条件であり、近年は戦闘機同士の空対空戦闘は減少傾向とはいえ、敵ミサイル等の攻撃の回避にも必要な要素である。こうして掲げたスリム化、防衛努力という目標に対して、一定の数値的な達成を見せていた XF-9 エンジンではあるが、試作機として、実際の機体に搭載した状態でのテストが行われたわけではなく、すぐの実用化には直結しないとも言える。それでも、悲願の国産の戦闘機用エンジンとして、一定の成果を収めたことは間違いなく、新たな戦闘機への搭載にも期待が持たれていたが、今後は、イギリスのロールス・ロイス社との共同開発の中で、どのように変化するのかが注目される。イギリスのロールス・ロイス社は、テンペスト計画における、機関部の開発でも難航していると伝えられていたが、それでも、ユーロファイタータイフーン等で多数の量産型の戦闘機エンジンを開発してきた実績とノウハウを有している。個人的にはロールス・ロイス社が持つ技術力は少なくとも IHI 社の XF-9 エンジンよりもこれからの戦闘機により求められる発電能力と冷却性能の分野で先行しているように感じられ、やはり、開発の主導権を握ると思える。ここまで開発を行ってきた IHI 社の XF-9 エンジンではあるが、そうした発電や冷却といった機能では、譲る部分もあることから、今までの積み重ねを活かしつつ、量産化とコストの低減に、最適な選択となることに期待したい。IHI 社は、現在の社名となったのは2007年からだが、そってまでは、石川島播磨重工業社として、日本の重工業を支える一角として、
江戸末期からの歴史を持ち、航空機用のジェットエンジンの分野では、国内の6割以上のシェアを誇る。今の航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機が搭載する、ジェネラルエレクトリック社社の F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機が搭載するプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンも、IHI 社がライセンス生産したものが、使用されている。IHI 社が開発し、実用化、量産化が行われているエンジンとしては、海上自衛隊が2013年から運用を開始した P1 哨戒機に搭載された F7 エンジンがあり、これはターボファン形式の高バイパス比エンジンとして、民生品にも応用が模索されている。ちなみに、海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、型や、最新鋭のイージス護衛艦である、マヤ型等の建造を手掛けている、ジャパンマリンユナイテッド社は、元は、IHI 社の造船部門から、派生した企業である。日本の次期戦闘機開発において、イギリス、イタリアとの共同開発を発表し、アメリカのロッキード・マーチン社が最終決定において外されることが分かりました。今回は、この日本、イギリス・イタリアの3カ国での F2 の後継機となる次期戦闘機開発について、詳しく見ていきましょう。次期、戦闘機をアメリカ以外と共同開発する理由と、アメリカのロッキード・マーティン社が外れたのなら、なぜ、XF9 エンジンがあるのに、純国産で製造できない理由についても見ましょう。2012年12月9日、日本、イギリス・イタリア政府は、航空自衛隊の次期戦闘機について、3カ国によって、共同開発し配備することを発表しました。これまで、日本、イギリス、イタリアでは、日本の次期戦闘機に、AI、人工知能を活用する、共同開発の計画の協議を進めてきました。その結果、3カ国で共同し、共通の機体を開発することとなりました。中国やロシアなどの空軍力に対して、その数において劣勢が見込まれ、将来の航空機において優勢を維持するための戦闘機が必要とされています。開発作業はすでに始まっており、最新鋭の F-35 戦闘機などの第5世代よりも、高性能な戦闘機に向けて、レーダーに探知されにくい高速のステルス性を保有し、相手の戦闘機やミサイルを探知する、最先端のセンサーを搭載する、戦闘機になりそうです。次期戦闘機は2035年頃から順次退役開始が見込まれる航空自衛隊が保有運用している F2 戦闘機の後継機として2030年頃に生産を開始し2035年頃までに配備を始めたいとしています。2023年度からは F3 に付随する無人航空機をアメリカとの共同開発を開始する予定もある。防衛省によると、3カ国で共同開発することにより、費用を分担し、開発コストが抑えられ、各国の技術力を集結できるとしており、優れた戦闘機を効率的に作れるとしています。日本が、イギリスとイタリアを共同開発パートナーにすることには少なからず、問題を含んでいるとする見方もあります。当初、アメリカのロッキード・マーティン社の名も、提携先として選定が見込まれていましたが、太平洋戦争での敗北後、自衛隊の装備する戦闘機において、これまでは、アメリカ製の機体を、日本国内の企業が
政策に応じる形で調達する事例が多かった。これまで航空自衛隊の運用機については防衛政策上必要に応じて装備の調整がされていますが、今までの調達実績では米軍の航空機であると前提で開発されてきた F-35 などアメリカ製の機体を日本の企業が方針を受け入れる形で使用許可を得て調達していました。それを踏まえて、今回のようなアメリカの影響下からの自由を選択した経緯がなく、今回の選択においては疑問視する声もある。しかし、先の F2 戦闘機開発時の段階において、国産機開発を計画していた時のような独自開発の要求はなく、これまでとは状況が変わってきている。だが、航空自衛隊の次期戦闘機の開発において、現代の戦闘機に必須のレーダーにキャッチされにくいステルス性を国産で実証実験機を製造し、航空自衛隊に導入されることはなかったが、国産で製造できたことに多くの期待が寄せられました。2010年から研究開発された XF9 エンジンは、タービン入り口付近の高温に対する耐熱性、大きな電力消費に対する発電能力やステルス性の確保に対する推力に関して、次期戦闘機に十分に対応し得る品質であり、2018年に IHI 社が防衛整備省に納入しました。日本では次期戦闘機を実現するために、様々なコンポーネント技術を研究、開発しており、その中でも、ステルス実験用の航空機は、32回もの飛行実験を行っており、機動性やステルス性の検証を行っています。このように、戦闘機を開発するために必要な高ステルス性能を装備した、機体や搭載するエンジンなどの分野において、国産の材料や技術を有しているだけに、今回の発表には、多少、残念な感もあるが、世界的に通用するレベルでの戦闘機としての完成には至らなかったとも言える。しかし、機体の開発には、日本の三菱重工業が主契約者となり、性能を左右する最重要要素の一つであるエンジンは、日本の IHI が担当し、レーダーなどを担当するのは三菱電機であり、他の日本企業などが参加して、これまでの経緯において得た、技術により開発する計画である。これまで日本が導入してきた戦闘機は、アメリカが開発に関わっており、そうした動きは、戦闘機のみにとどまることなく、太平洋戦争後、アメリカ製を配置している自衛隊としては、当然のように、当初は、アメリカ企業との協力を模索していました。そこで、第5世代戦闘機である F-35 ライトニング 2B 型を製造しているアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援をと共同開発を視野に入れていたとされていました。もちろん、そうした動きはこれまで太平洋戦争での敗北後、自衛隊の装備する戦闘機においてアメリカ製の機体を日本国内の企業が製作に応じる形で調達する事例が多かったことからしても、それに、ホウラウノが自衛隊にとっても低リスクであることは、紛れもないことであった。しかし、今回は、イギリス、イタリアとの共同開発に決定したことから、ロッキード・マーティン社との契約はないと、明らかにしました。アメリカ側としては、すでに F-22 ラプターや F-35 ライトニング 2B で実現している第5世代戦闘機が、今回、日本の航空自衛隊が開発を進めている次世代戦闘機の能力が、その延長線上にあると捉えており、関与するメリットを感じなかったとの見方もあります。防衛省は、次期戦闘機をアメリカ以外と共同開発する理由について、アメリカは日本と同じ時期に戦闘機を共同開発する計画がなかったとしていますが、アメリカとしては
お互いのパートナー国であるイギリスやイタリアと日本の次期戦闘機の開発に関しての協力はもちろん、同盟国やパートナー国間の安全保障や防衛協力を支持するとしています。日本の航空自衛隊がこれまでに生産した国産の F2 戦闘機の総数は98機であった。これをすべて次期戦闘機に同数の90機前後を調達する計画となる可能性があると考えられている。アメリカは今でも多数の西側諸国に対し第5世代戦闘機の F-35 ライトニング 2B やその前の世代機である F-16 ファイティングファルコン新型の V 型等を多数供給しています。 F-16 ファイティングファルコンは導入予定のものを含めば生産数は5000機を超える見込みで、次世代戦闘機の数は F-16 に比べればわずか数パーセントと少ないということになります。このような生産量という観点からの効率化に加えて、アメリカでは NGAD、ネクストジェネレーションエアドミナンスにて、新たな概念を探していることも影響を及ぼしていると思われる。アメリカ空軍によると、かねてから計画されていた第6世代戦闘機 NGAD、ネクストジェネレーションエアドミナンスプログラムが開発段階に入ったと発表しています。NGAD とは、第5世代戦闘機 F-22 の後継機となる第6世代戦闘機で、有人機、ドローン、AI センサーを補完して、脅威を免れるシステムを開発する計画であり、2030年代には、F-22 と交換開始を目標にしています。2023年には、F-22 は、33機が退役を迎えるとしており、これによって削減された維持費用を NGAD の開発費用とすることにしています。退役した F-22 の補充として NGAD の配備まで F-35 を1700機以上調達される予定です。さて、日本の次期戦闘機開発について言えば、イギリスやイタリアの技術はアメリカと肩を並べるほどではないとはいえ、日本の技術よりはるかに高く、共同開発を行うことは、画期的な取り組みだとも言えますが、アメリカのロッキード・マーチン社等からの技術支援と比較して、有効かは、定かではないですね。イギリスは、BAE システムズ・テンペスト、戦闘機開発計画を先行していっています。テンペストは、現在のイギリスは、空軍主力機ユーロファイタータイフーンの後継として、BAE システム社を中心に計画まとされていています。日本が、防衛装備品を、アメリカ以外と、共同で開発するのは初めてで、このテンペスト計画の開発には、イギリスの防衛大手企業である BAE システムズ社が開発の主体となります。その他に、イギリスの航空機エンジン製造大手のロールス・ロイス社、イタリアの航空、防衛大手レオナルド社などが参加しており、イタリアのアビオ社も加わる可能性があるとしており、ヨーロッパを代表するプロジェクトと言えるでしょう。現在、日本、イギリス、イタリアは、グローバル戦闘航空プログラム GCAP というプログラムという日本の次期戦闘機計画とイギリスとイタリアに手進行中の BAE システムズテンペスト開発計画を統合して共通の機体を共同で開発し配備するとしていることから、総じて日本と戦闘機を共同で開発することに対してイギリスでは歓迎ムードにあります。現在日本は経済力において世界第3位であるが、第1位、アメリカの約25兆ドル、第2位、中国の約19兆ドルに対して、日本は約5兆ドルと大きな差があります。そこで、開発に必要な多くの費用を当てにしているとの政治的な見方があるが、それに対して日本が喜べるかどうかは釈然とはしない。